マルチプレイ行きたいと思いますよ。はい、できるか？あ、行けますね。じゃあ行きましょう。じゃあ、チームマッチ。デスマッチではないんだね。何が違うんだろう。はい。あれ、押したんだけどな。少々お待ちくださいか。あ、読み込み中だった。わかりづら。いいですね。ランクマッチ、フリーマッチ、フレンドマッチ。あ、体験版、まあ体験版じゃないからね、これ。本当にゾンビいるのか？いるんだろうけど。うん、なんかちょっとロード画面というか、読み込み中っていうのをもうちょっと分かりやすくしてほしいな。ちょっと分かりづらいですね、個人的には。まあ、慣れれば問題ないですけどね。はい。しかし長いな。マッチング中か？これは。本当に。あ、今移動するんだ。うわぁ、みんなガスマスクだ、怖え。まあいや、とりあえず今回やれればいいんで、武器変更とかはなしで。まあでも一応いじるか。あ、核武器ばっかですね。これベクターでしょ？違うか。ベクターの偽物だな。2016年12。ああ、今日の日付が出るのね。この実験ではチームの総合力が試される。小さな部隊では一人一人の価値が重大だ。少しでも生き残ることが勝利につながる。そうだな。少人数制っぽかったからな。まあ、とりあえず、慣れてる武器でいった方がいいかなと思いますんで。何これ？何これ？正面突破。いけ。何をするの？行くぞ、みんな。ゾンビは倒さなくていいの？ゾンビを倒すのが目的ではないのかな？みんな怖いよ、あの人。体半分埋まってますけどっていう野暮なツッコミはしませんけど。タクティカルゲームみたいだな、ほんと。これは敵がどこにいるかだな。どこから攻めてきてるのかってのが分かんないんだよね。死んでますね。死んでますけど、僕にはどうしたらいいのか。わかんない。敵がいない。あ、階段から来たって可能性もあるな。TPS の恐ろしさ、その壁の隠れて、こっちには見え、あっちに、こっちから見えませんけど、あっちから見えるっていうね。FPS じゃない、味方か。敵がいないな。あっちには見えてるって可能性があるんで、FPS よりは本当。うわぁ、いたけど、ほら。上がってきたら死ぬぞ。これは蘇生はできないの？踏み潰すって何？踏み潰しちゃダメでしょ。味方でしょ、あれ。違うの？ちょっと待って、これよくわからんな。チームマッチでしょ。ゾンビを倒さなくていいんなら、ちょっとでもさっきの敵だったよな。敵チームっていうか、これ俺しか生き残ってない感じ。うおー、中央にいるのか？ゾンビ食ってるけど、僕にはどうしようもないんだけど。あれかオッケー。逃げろ。落ちて。はい。階段から行きますよ。オッケー。やりましたよ。僕ぐらいじゃないですか、敵倒したのは。やばい。あー、しまった。いやー、来るの予知されてましたね。あ、これでも、あれですね。COD とかでいうサーチ&デストロイみたいな。なるほど。これは面白いな、緊張感あって。まあ偶然僕は敵と当たらなかったというわけで、僕しかキルしてないじゃないですか。あ、でも相手経験者多いですね。初心者2人抱え込んでると、やっぱりレベル高い人はちょっと困りもんですよね。これはじゃあ、ここで作戦決めるのか。あ、しまった。どうしよう。怖いな。ゾンビはいるけど、やっぱりそこも気をつけていかないといけないよね。あ、痛い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 よ。痛い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 。いたよ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 。どうすんの？オッケー、バカめ突撃してきよって。いるぞいるぞ。ちょっとあれ違うか？違うわ違うわ味方だ。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。いいね、いい調子じゃない？相手結構突っ込んできてくれたおかげかな。あっちの人やられたんで、もしかしたら下から来る可能性もあるので、ゾンビか紛らわしいな。いいね、これ味方の情報というか、なんだ、情報源が多いから、これは戦略性がとても高いですね。これはでも楽しいかも。でも頭使うのが苦手な僕からするとうんすごいすごい切実なんですけど、ここでやられたわけですね。あーっとびっくりした。お前かい、お前かいって誰だよ。あ、味方だった、ごめんちょっとこの中に隠れたりとかできますね。怖いなこのゲーム。マップ狭いのはまあそうだな、広かったら困りもんだよなこんな。じゃあ僕は下を調べますか。まだあ、いたぞいたぞ、バカめ。オッケーオッケー、ナイスナイス、オッケー、イエーイこれは面白いな。でもやっぱり緊張感って大事だなって思いますね。腰打ちのすごいばらまき用がすごいコドニムさん頑張りましょうとりあえず僕はどうしましょう。右から行きますか。一番最初と同じく。よし。やめるとかできんのすげえなみんな結構あれですね、このゲームは皆さん結構攻めますね。あ、来たぞ来たぞ今。来たぞ。違う、ゾンビだ。ちょっといたんで。ここ多分いると思うんですよね。上いますね。待ちましょう上いますね。ちょっとマップを見ていくとあれですね、いいですね。怖いですよ。大丈夫か？行くぞ俺は。行くぞ。ほらくらい、俺はさっさと去る。オッケー、よし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 。いい調子じゃねえかいい調子じゃねえかこれは。ほらどうだ。あ、しまった、逃げられた。どこだどこだどこ行った。逃げたか。オッケー、ナイス。よーし、オッケーオッケーだいぶ貢献してるでしょ僕OK やっぱり初めての方が多いってのは助かりましたねはいということで相手の1位と同レベルですはいこれラウンドいつまであるんだろうな、結構あるな楽しい。じゃあ僕はちょっと左から行きましょうか。左でもちょっと危険な匂いしますよね。さっきからすごいやられてますんで。あ、逆サイドね。ちょっと TPS の力を生かして草むらに隠れて。あー、突っ込んじゃダメだよね。2人ともこれ左側へ、あっちは下から行ってますね。ちょっと待って、これ後ろから来てる可能性とか怖いな。大丈夫かな、やっていけるかなマジかよ、なんだよ。見たよ、いたよ、もう見えたよいますね。いました、いました、いましたよ、いましたよ。あー、くそダメだ味方の人、ちょっとやられるの早すぎないですかもうちょっと粘りましょうよ。まあ、ラウンド6まであると考えた方がいいですかね。そんくらいでしょう、多分。そんな長くてもあれですからね。はい。一人回線悪い人いますね。ちょっとこれはまあ仕方ないか。まあ仕方ないということで。じゃあ左からもう一回行きましょう。リベンジということで。皆さん慎重に行きましょうね。まあ隠れてるのもいいですけど、とりあえず相手の死角をこう狙って、よく観察していきましょうね。はい。怖いぞ、ちょっと。あんま突っ込むな、ほんと。近接が選べるんだな、どっかで。どうやって選んでんだろう。あの鎖がもう、あ、痛い。いましたね。こっち行きましたね。バレたら怖いんで。うん、ちょっとあ、いますね。チロチロと移動しまして、はい、あそこいますね。隠れてます。ゾンビ撃ってますね。バカですね。行きましょう。OK です。おら、やばい。ゾンビを盾にしやがった。くそ。うわー、マジか。くそ。いけたなぁ。絶対いけたと思ったんだけど。ちょっと頑張ってもらいたいですね。フラ変更。どこにいるんだ？さっきと同じ場所。でも2対1かな。さっき体力削って、そうですね、2対1ですね。相手、あ、いますよ。行かないと。回線悪い人頑張ってるよ。はい。これでもボイチャとかあったら便利だな。スカイプとかやってたらもうどこにいるよっていうのは筒抜けですよね。もう伝えるの大変だろうな、これ。どこにいるんだ？暗いからよくわかんないな。おー、壮大。あ、ついに1対1か。上登って、あ、いけますよ。相手近接ですから今。あ、ボム投げたい。下降りたらいかん。おいし、オッケー。いいですね。だいぶ待機画面でも暇が潰せます。暇が潰せるっていうじゃない。ここで考えないと、ね、どう行動するかってね。まあそういうのが苦手だから突っ込むんですよ、僕は。はい。あ、僕でもトップじゃないですか。スコア的にも。かなりいい線いってますね。いいですね。買おっかな。でも面白いな、でも意外と。最初バカにしてたんだけどな。バイオハザード使用でみたいな。MVP。え？僕でしょ？ああ、そっか。アシストと、あ、キルがダメに取られちゃった。もう行くでしょ、次のレベル。はい。お、そんなもん行く？あ、行かない。なんかあれだな、MP7 でしょ、これ。全部名前違いますね。2個。誰？デスマッチマスター。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。今日と明日、これいつ投稿してるかは分かりませんけど、2日のみとなっておりますんで、ご了承くださいませ。価格はやっぱりストーリーとか省いてあるんで、マルチだけなんで、3000円くらいとお求めやすい価格になっておりますので、ぜひやってみてください。オンライン限定ですので、ダウンロード版しか多分出てなかったと思うんですけど、はい。そちらの方をご注意くださいませ。はい、ということで、意外とバイオハザード感はちょっと薄れてましたけど、まあ、シューティングゲームとしては結構面白いんじゃないかな。戦略性も高いですしね。はい。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また明日。